中川選手と松井選手の支配下登録が発表され、巨人の支配下選手は66名となり、上限の70名まで残り4枠となりました。残りのシーズンでの上位進出に向けて、12球団最低の防御率となっている投手陣の整備が必要になってきますが、育成選手の中で支配下になれそうな選手も、あとは高木選手や富田選手くらいになってきていて、外国人選手を含むさらなる補強に動いてもいいとは思います。外国人選手に関しては以前こちらの動画でもやりましたが、今回はトレードの可能性について、他球団の狙い目となりそうな選手を紹介していきます。また巨人からの放出候補となりそうな選手も紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただき、ご意見をいただければと思います。このチャンネルでは、巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。まず狙い目となりそうな選手は、ソフトバンクの甲斐野洋選手です。2019年には65試合に登板し、侍ジャパンにも選出されますが、その後は右肘の故障や制球難にも悩まされ、ここ数シーズンは満足のいく結果を残せていませんでした。それでも昨シーズンは自己最速の160キロを計測するなど、27試合に登板し復活の兆しを見せていました。迎えた今シーズンは2軍でスタートし、ここまでウエスタンリーグで15試合に登板し、15イニングで25個の三振を奪い、許したフォアボールも3つだけと圧倒的な成績を残しています。ストレートの平均球速も153キロを記録しており、制球に課題のある選手でしたが、今シーズンのファームではそれも改善傾向にあります。開幕からなかなか1軍に呼ばれていなく、それならトレード候補になるのかなと思っていましたが、先週に今シーズン初の1軍昇格を果たし、日曜日には延長12回に登板していました。ソフトバンクの藤本監督も、後ろの方で投げさせることができそうと高評価をしていることから、トレードで獲得できる可能性は低くなってしまいました。ファームで成績を出しながら、1軍になかなか呼ばれていなかったので、獲得できる可能性もあると思っていましたが、そもそも交換要員として釣り合う選手が巨人にいなかったので、狙い目の選手ではあると思っていたのですが、獲得は現実的ではなくなりました。ソフトバンクからはもう一人、C の新田選手です。196センチの大型右腕で、期待されていながら1軍ではなかなか結果を残せていない選手です。今シーズン、現役ドラフトで移籍した選手の活躍が目立つように、環境を変えれば活躍できる選手がいるということがありますが、 C の選手もそのようなタイプに移っています。昨シーズン12球連続ボールを投げたことで、制球が悪い選手という印象を持たれていますが、ここ数年のファームでの予試球率を見る限り、制球はそこまで悪い投手とは言えません。投球イニング以上の三振を奪える投手でもあるので、巨人のブルペン陣と比較すると十分に活躍の見込める選手だと思います。続いて狙い目となりそうな選手は、西武の宮川哲選手です。宮川選手は2019年のドラフトで奥川選手の抽選を外した巨人が1位指名をした過去もあります。西武ではルーキーイヤーから中継ぎとしてフル回転し、ここまで3年間で123試合に登板しています。今シーズンの宮川選手は開幕1軍を逃すと、これまでの中継ぎではなくファームで先発投手として調整しています。ファームでは5度の先発で4度のクオリティスタートを達成するなど、安定した投球を見せていますが、西武の1軍の先発陣が充実していることもあり、ここまで1軍昇格はない状況が続いています。現状7番手か8番手の先発投手という立ち位置で、故障者が出た場合などを想定し、西武にとっても必要な選手ではあると思いますが、山川選手の件や故障者で野手が手薄になっているということもあり、トレードの可能性もあると思っています。今シーズンは先発調整をしていますが、中継ぎの経験も豊富にあり、どちらでの起用もできるという点も巨人にとっては欲しい選手になってくると思います。続いてはロッテの佐々木千隼選手です。
2021年には54試合に登板し26ホールドを挙げるなど、セットアッパーとして活躍。昨シーズンは故障の影響などもあり、23試合の登板で防御率6点台と苦しみましたが、今年で29歳とまだ老け込む年齢でもありません。今シーズンのロッテはパリーグで1位のチーム防御率を記録するなど、投手陣が充実しており、佐々木選手はまだ1試合のみの登板と、なかなか出番を与えられていません。ファームでは先発3試合を含む6試合に登板して、防御率は1点台前半と結果を残しています。速いボールはないですが、コントロールに自信のある選手なので、巨人のブルペンに加わってくれたら十分に戦力になると思います。続いて紹介するのはオリックスの山田信義選手です。今年で32歳を迎え、1軍通算204試合登板の実績のある左腕です。2019年からは3年連続で40試合以上に登板していましたが、昨シーズンは12試合の登板に終わっています。今シーズンも層の厚いオリックスの投手陣の中でまだ1軍登板はありませんが、ファームでは12試合に登板していて、10イニングを投げフォアボールは1つのみと、制球の安定した投球を見せています。巨人は中川選手の復帰や支配下候補になっている高木選手や富田選手などリリーフ左腕は多く抱えていますが、投手は何人いても困ることはないので、山田選手をトレードでの獲得候補に入れておいてもいいと思います。続いて巨人からの交換要員として候補になりそうな選手ですが、まずは石川選手です。石川選手はここまでファームで打率3割9分、OPS10 割超えと、相変わらずファームでは見事な打撃成績を残しています。巨人の1軍での役割を考えると、まずは右の代打ということになりますが、現状はウォーカー選手が代打の切り札として機能していて、長野選手などのベテランもその枠で使われているため、石川選手が1軍で右の代打としての役割を与えられるのは、見てみたいですがなかなかなさそうです。右の外野手としてのスタメン起用ですが、萩尾選手がファームで好調で、オコエ選手もファームで調子を上げてきていることから、その役割も石川選手よりも若いこの2選手が優先されるべきだと思います。石川選手が巨人にいてもなかなか出番はやってこないので、石川選手のためにも一軍で出番を与えられそうな他球団に行くことはプラスになると思いますし、ファームでこれだけの成績を残していたら欲しがる球団も出てくると思います。続いては北村選手です。北村選手は今シーズンファームで驚くべき数字を叩き出しています。打率や OPS などはそれほど傑出したものではありませんが、注目すべきはその四球の数と三振の数です。今シーズンのイースタンリーグで20個の四球を選んでいるのに対して、三振はわずかに4個となっています。三振をした数よりも多くの四球を選べているのは選球眼のいい打者ということが言えますが、今シーズン12球団で規定打席に達している中で、これを満たしているのは横浜の宮崎選手や日本ハムの松本選手などの一流の打者のみで、一軍とファームの違いはありますが、三振の数の5倍の四球を選べているのは異常な数字とも言えます。もともと北村選手は四球はそこそこ選べて三振も少なくはないという打者でしたが、今シーズンのファーム成績を見る限り打者として大きく成長していると言えます。その北村選手は一軍でもレギュラーとして使っていく価値は十分にある数字となっていますが、内野のレギュラーがある程度固まりつつある巨人では出場機会は限られてきます。私みたいな素人が見ても気づけるくらいの成績を残している北村選手なので、他球団の編成担当なども今シーズンの北村選手には注目していると思います。一軍でより多くの出場機会を得られる他球団に行くべきだと思いますし、これだけの数字を出せていたら一軍でも活躍は期待できます。その他にもファームでは好成績ながら一軍で結果の出ない高橋選手や広岡選手、規定打席に立ち2桁本塁打の実績がある松原選手、ユーティリティでも今シーズン一軍に呼ばれない若林選手など中堅選手が候補になってきます。岸田選手に関しては保守で需要はありそうですが、
現在の巨人の支配下選手になっている捕手は5名のため、岸田選手を出すと育成にいる5名の捕手の中から1人は支配下にしないといけなくなります。3軍まである巨人ではギリギリの数になるため需要はありそうですが微妙なところです。ウォーカー選手も指名打者のあるパ・リーグに行った方が出場機会も増えるし活躍できるとは思いますが、今シーズンから2年契約を結んでいるため候補には上がるかもしれませんが可能性は低そうです。3名いる外国人野手が全員仕事のできていないソフトバンクからの需要もありそうですが、下位の選手クラスの交換となれば良さそうです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。